言うとはですね、関西政界とかでよく、肘の中を歩みしっていうのは泥の中を歩み出し、岩の上に立たせてくださった。で、愛を持って包んでるんですね。肘の中を歩みし我を。で、今日は、3箇所、創世記のまず12章ですね。ですから、こう開いて、紙かなんか挟んどいていただいたら、また今度開いてくださいって言われてね、いいかもしれないですね。今日はこう世界中で読まれてる聖書箇所ポーションで、アブラハムのとこなんです、うん、でこうレフレハーってね、すごい有名なところでアブラハムが証明を受けてあって、元の言葉ではレフレハーっていうふうにアブラハムは神様からね呼ばれた。そこのところをね一緒に読みたいと思います。創世記の12章の一節から三節ね、お読みいたしましょう。三、はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きな。あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたは名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される、ね、その中にレフレハー、ね、私が示す地へ行きなさいという魂ような、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名前を大いなる名前にして、あなたの名前は祝福となる。素晴らしいですよね。あなたを祝福する者を私は祝福し、だから私と取引する人は祝福されるということになるわけですね。あなたを呪う者をあなたを呪うはを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。もうね、恐れ入りましたかっていうようなね、感じの神様からのアブラハムへの約束。で、それが、その新しい契約、新約聖書においてですね、どういうふうに成就されてるか。ローマ人への手紙の4章。これはメシアニック従の人たちが、そのメシアニック従でない人たちが読んでる聖書箇所、さっきのレフレハー。の箇所で、それに対応する新しい契約はここですよということで指定して、これも世界中で読んでるんだと思いますが、ローマ人への手紙の4章になります。じゃあね、1節から5節裏ぐらいまで読みましょうか。ローマ人への手紙の4章の1節から6節まで読みましょう。ローマの4章の1節からね。3、はい。それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが神の義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ここまでにしましょう。ですから、そのアブラハムの立場っていうものが、何の働きもないものが不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされる。アブラハムの信じ方はそういう信じ方だったということを、ローマ人の手紙でパウロは述べてるわけですね。もう一説に、それでは肉による私たちの父祖、まさに先ほどお読みしたアブラハム、レフレハーといって父なる神様から呼び出されたね、アブラハムの場合はどうだったでしょうか。
そのアブラハムっていうのは、あなた、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ね、あなたの名前は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福する。まあ、そういう偉大なる、祝福を受けるものとなったアブラハム。これはひとえに、もう全知全能の天地をお作りになった神様がお招きになった。もうプライオリティはそこにあるわけですよね。神様がお招きに、なった、うん、でそれにアブラハムが答えたっていうことがとっても大事ですね。もしそれアブラハムが神様から誘いを受けたのに、いやいや私は結構です、お断りしますって断ってしまっていたら、このレフレハの物語自体が、まあ、なかった、ありえない、あるいはこう別の人がそうなってる、ね、アブラハムっていう名前と違う人がそうなってるっていうことも、まあ、ありえたわけで、アブラハムはあの答えた、ですからまあね、ちょっと下世話な例えですけど、1億円持ってる人がね、あなたに1億円、贈与しましょうでそれがもし本当の話だとしたら、それでもいや私は受け取りませんっていうことはできるわけですよね。でアブラハムに対する誠の神様からのお見かけが、1億円もらうのに比べてどれぐらい大きいものか小さいものか、それはそれぞれの価値観によって異なると思いますけども、非常にアブラハムは絶大な神からのオファーを受けた。それをアブラハムは受け止めることができた。それを受け止めたっていうのは、あのアブラハムは4章、ローマの4章2節で、行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません、うん、アブラハムが立派だからとかね、アブラハムの、日頃の行状がいいのでね、それに免じてこういうオファーをしましょうとかね、約束を与えましょう、祝福を与えましょうっていうことでは、もう基本的にそうではないっていうのが、聖書が私たちに示すところで、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができるね、俺って偉いっていうことはできるだろうけど、そうではない。しかし神の御前ではそうではありません。非常に注意深くパウロは書いてると思いますね。神様の御前ではそうではありません。それが一番大事な視点ですよね。聖書は何と言ってますか、聖書は何と言ってますか、まさに先ほどお読みした創世記ですね、トーラ、トーラには何と書いてありますか、うん、そこでアブラハムは神を信じた、それが彼のですから、そのもう昔そのローマ信徒への手紙が書かれた時点で、そのトーラーっていうのはもう昔々から先祖から伝わってきたものとして、またそれにこう変更を勝手に加えたりね、そういうものじゃなくて、もう確立された、そういうものとして、また権威のあるものとして、私たちが読むべきものとして、あったっていうことですね。でそのトーラーには、聖書には何と言っていますか、それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされた。素晴らしいことでは、ないでしょうか。この人が書かれてから、それからまた2000年が経ってですね、この歴史の展開の中で、アブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされた、ね、働く人だったらね、働いた分お給料をもらう、報酬をもらう、それはもう当然のことで、権利、ですよね。お恵みで、おこぼれで、もらうんじゃない、自分が会社に貢献した、それだけの働きをした、仕事をした、それに対するものは報酬、ね、給料、権利ということになるけども、アブラハムが受けたものは何の働きもないもの、何の働きもないもの、不経験なものを義と見てくださ認めてくださる方、不経験なものを義と認めてくださる方を信じる。アブラハムがしたことはそういうことであった。
その信仰が義とみなされるのです。その信仰が義とみなされるのです。これがもう一番素晴らしいところですよね。だからアブラハムは素晴らしいな。そして地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという、この神様からのアブラハムへの約束だったわけですけども、まあ、実際そうなってるということですよね。考えようによっては一民族宗教であるユダヤ教、というものがずっと、まあ、その西暦0年以前2000年3000年にわたって、まあ、保たれてきてですね。そしてそのユダヤ人の家系の中からイエス様がお生まれになって、イエス様がそのユダヤ民族のもう社会ですね、文化ですね、その中でないとイエス様の働きっていうものの展開はなかったわけですね。ですからイエス様っていう方が生まれるために父なる神様がずっと歴史を導いてこられた。でイエス様はそのユダヤイスラエルの文化社会の中で働きを展開された。そしてその時の世界の情勢ですね、ローマ帝国っていうものがあって、ユダヤ社会を植民地としている、それに対する反発とか、まあ、いろんな社会的な動向、いろんなこう力学が働いて、イエスは十字架にかかって死ぬことになる。イエス様は弱い者の味方で、人としての正しいやり方ということを説いてですね、特にあのユダヤ人同胞の間で、まあ、高い立場にある人たちですよね、指導的な立場にある人たちの、まあ、偽善って言いますかね、非常にっていう態度があったわけですね、うん、例えば羊飼いとかそういう人はその安息日を守れないだって安息日にも羊は餌を食べますからね、移動させないといけないし、だけどそういう人たちのことをすごい蔑んでたわけですね、パリサイ人とかそういうこの上流階級というべきか、指導的な階級の人たちがね。で自分たちはすごく正しい、だけどそうでない、自分たちのように正しくないね、記憶もないね、そういう連中がねすごい足を引っ張ってるんだ、だから、我々の国というものは再興できないんだというような論調でね、また実際に一般の民衆を、まあ、締め付けてたわけですよね。でイエス様はそれに対してもはっきりと、それはおかしいんじゃないか、あなたはね、あなたたちはもっとこの弱い兄弟姉妹を愛するべきなんじゃないですか、うん、自分の兄弟姉妹をもっと愛して慈しむべきなんじゃないですか、ということをその強い立場の人たちにもはっきり言ったわけですよね。でそうすると非常に疎まれまして、もうトップですね、祭司長であるとかそういう人たちは、まあ、そのローマとある意味では癒着してっていうかね、ローマの機嫌を損ねないように、上手にやってですね、自分たちの立場を守られるようにやってる、まあ、そういう面もある。そういう力学の中でも、それはイエスが消えてくれたらね、厄介者がいなくなるということで、最後にイエスが十字架に追いやられていく。ところがイエス様ご自身は、その十字架ということが全ての人類の罪の身代わりであった、身代わりであるということをご自分はご存知でね、ですから十字架の上から、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのです、という祈りをお捧げになった、許しの祈りをお捧げになった、そういう救い主イエス様。そしてイエス様は十字架にかけられて血を流してですね、自分のたった一つの命を注ぎ出されて死んでしまった。しかしその父なる神がイエスを正しい方だということを認めて、父なる神がイエスを復活させたというふうに聖書にはっきり書いてますよね。うん、父なる神がイエスを復活させなさった。そしてイエス様復活されて40日の間
弟子たちの間にねお現れになって、そして天に弟子たちが見てる中で帰っていかれた。そして今天で私たちの祈りを取りなしていてくださる、大祭司として取りなしていてくださる。ですからイエス様が天に帰られる前に約束されたように、私の名によって何でも父なる神に求めなさい、ね、そうすれば父があなた方の祈りを、私の名によって求めるものは何でも父は聞いてくださいます。で祈る時はもうしつこいぐらいにね夜中に訪ねてきた友達のためにパンを出してやらなきゃいけないから、パンをね、で単なるその隣の家同士だからとか友達だからっていうことでパンを与えることはないけど、あくまでも頼み続けるならきっとパンを出してくれるでしょう、そういうふうに祈っていいんですよというのがイエス様の教えですね。それに続いて、まあそういうことと関連してイエス様は私の名によって祈りなさいということをおっしゃってくださってる。そういう信仰の、まあ、形っていうかね、姿そのものがまさにアブラハムと同じであるということですね。アブラハムは、天地を作られた神様から、どう言われたのかな、ちょっとね、うん、私が示す地へ行きなさい、うん、私が示す地へ行きなさいという言い方ですね。そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福する。で、私があなたに示す地へ行きなさい、これがレフレ、あるメシアニック獣の指導者の人の解説によると、これは自分が本来いるべきところに行きなさい、自分が本来いるところに行きなさいというふうに、言語では深く、まあ、取れる、味わえる言葉で、すなわちその先生の解説では、もう人間として人間のあるべきところに行きなさい、人間として人間のあるべきところに行きなさいという招きをアブラハムは受けたのである。で、このメシアニック獣の先生は強調してました。この時ね、アブラハムはユダヤ人だったわけではない、またユダヤ人になってないわけですよね、うん、違法人でもない、ユダヤ人がいないんだから、うん、人間として神様に招かれたのだということを、非常にこのレフレハというふうに神様に呼ばれたアブラハムということを解説するときにね、おっしゃってました。私たちもそのように、この人間として、人類の一員として神様に、天地を作られた人間に存在を与え、命を与えね、世界を作ってくださった、神様に、父なる神様にレフレハ、ね、人間のあるべきところへね行きなさいと呼ばれてる。で、そのやり方はですよね、ですから呼んでくれた人がなんか聞こえたけど気のせいかなとかね、そんな呼ぶようなものがいるはずがないと言ったら、それは結局神様の存在っていうかね、神様のお呼びかけ自体を否定してるわけで、それは大変愚かなことですよね。詩編には、詩編だどこだったかな、愚か者は神はいないと言っているって書いてますけども、聖書はバシッとそういう立場ですけども、そういう神様がね、私のことを招いてくださっている、それはイエス様が救い主として、ですからその旧約聖書の時代はもうアブラハムの時からそうですけど、その動物の犠牲、羊とかね、そういうものを、そのことのゆえに人間の罪が許されて神様に受け入れられるものでやってきたんだけど、実は動物の血なんかは全く足らないものであってね、何回も何回も捧げてもそれで良心が全くものにされるということはない、これはヘブライ人の手紙に書いてるわけですね。だからそれは影に過ぎなくって、本当の本体はイエス様ご自身であった、でイエス様ご自身が十字架におかかりになったということを通して、その旧約聖書で言われている幕や天幕を張ってですね、あるいは神殿を作って、それの本体である天にイエス様ご自身が入って、今大祭司として私たちの祈りを取りなしていて
くださるのだ。ですから私たちがイエスの名によって祈るときに、父なる神がそれを、ね、耳に通してくださる、私たちが体験しておりますようにお答えを与えていってくださる。ですから大事なことは、その相手である神がいるっていうことですよね、うん、いないかいるか分かんないなと思っても、疑問を持つ人はですね、こういうふうに祈ってもいいと思うんです。父なる神様って言われる神様、あるいは聖書の神様は何でしょうか、ね、私はあなたがいる方でね、イエス・キリストのお名前によって祈りますって祈ったら、私の祈りを聞いてくださるというふうに聞きましたが、本当にそうなんでしょうか。あなたが生きている方だったら、私が分かるように教えてくださいっていうふうに私は祈っ、そう祈るべきだと思うんです。まあ、お父さんもね、人はパンだけできるのではない中で書かせていただきましたけど、クリスチャンになる前ですね、洗礼も受けてない時に、まあ仕事が大変だから、キリストの神に祈る、シンプルに考えて、今仕事の課題はこう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 いうことです。私はこう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 したいんですけど、まあ神様ね、助けてくれるんだったらね、ちょっとでもいいから助けてくださいそう祈ってたんですよね、一番初めに、全然洗礼なんか受ける前に。そしたら祈ってる間に仕事のアイデアがパッパッとこう浮かんできてですね、その通り工場に行ってやってみたらうまくいった、まあそういうところから祈りが始まったという証を私はまあ伺ったわけですけども、まあアブラハムがね、神様に呼ばれて、あなたの際、私の示す地へ行きなさい、まさに私の示す地へ行きなさい、ですよね。これから仕事がどう展開していくのか、人生がどう展開していくのか、人間には分からないわけで、私が示すし、父なる神様が示す地へ、行くしかないわけですよね。あ、こっちに行けばいいのか、こっちの扉が閉ざされたらこっちに行くし、こっちが開かれたらこっちに行くし、で注意深く祈ったらね、また神様が導いてくださるっていうことがあるわけで、示す地へ、導かれていくという人生であった。でそれは根本的に、アブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされた。それはアブラハムがね、なんか働きがあってね、誇るところがあってね、誇ることはできるような何か働きがあってね、そうではなくって、何の働きもないものが不敬虔なものを義と認めてくださる、そういう方を信じる、そういう信じ方がアブラハムの信じ方であった。でその信仰が義とみなされる、その信仰が義とみなされるね、ありがたいことです。アブラハムが信じた相手といいますか、信じて歩むことが許された、その父なる神様、その同じ神様を私たちもイエス・キリスト様にあやかって、イエス・キリスト様のゆえに、ですからアブラハムと同じ祝福に預かれる、ね、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ここ面白いところですね。あなたが祝福をね、総取りする、抱えて持ってるんじゃなくって、あなたによってね祝福されるということがアブラハムの一つの大事なところですよね。ですからその、まあ、肉におけるユダヤ人においても、そのメシアニック銃の指導者の方は強調してましたけども、ユダヤ人に対する神の約束っていうのは変わらないにしても、それは自分がねいいものを受ける、自分がああいうものこういうものいいものを持ってる、そういう状態ではなくって、祭司として、周囲のねあらゆる民族人々を祝福して、祝福をこう与えていく、祝福をね与えていく、そういう存在でユダヤ人があることができるように、皆さん祈ってくださいっていうふうにねおっしゃってましたけども、
そのイエス様によって父なる神を信じる者、うん、アブラハムと同じ信仰を持つ者、私たちに関しても自分が自分が抱え込むということではなくって、他の人はね、私によって祝福される、私が祝福の、まあ、いわば管みたいな感じでね、庭にバーッとホースで水をまくじゃないですか、管から水が通ってきてね、でこう管の先から水がジャーッと出てですね、あの水をね祝福と考えてみてください。草木はその水を受けて祝福を受けてね、どんなに喜んで育つことでしょうか。そのようにまたね、そういうこうばらまくっていくようなものをも神様は与えてくださるということをね。ですからこれもう一箇所読むべき箇所があって、これはですねイザヤ書の40章になって読まれてるみたいなんですが、イザヤ書の40章の1節から25節っていうことが指定されているんですが、イザヤ書の40章の30節31節ということが、レフレハーのですね、トーラーと同じアブラハムのポーションにおいて読まれる聖書箇所として指定されております。イザヤ書の40章1節から31節なんですが、今は30節31節だけをお読みしたいと思います、ね、素晴らしいですね。私たちが神様から受けて管として届けることができる祝福ですね。イザヤ書の40章の30節31節イザヤ書の40章ですね。次のページですね。40章の30、31と言いましょう。3、はい。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。ね、若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。しかし、この御言葉がトーラーのですね、アブラハムのレフレハーですよね。あなたは祝福をね、与えるものとなる。すべての民族はあなたによって祝福されるということと組になってね、読まれるということによく思いをいたしたいと思います。自分が翼を買って登ることができて、走っても絶えまず歩いても疲れない。自分がこうだったらすごいいいのにな。で、自分でどん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 こう溜まるだけじゃなくって、それはすべての民族があなたによって祝福されるということが成就される。それがレフレハーということなんだ、ね、人間としてあるべき姿のところに行きなさい、うん、というふうに神様が招いておられる。で、そういう生き方の中で、まあ、今はですねイエス様のもう十字架によってですね、聖霊様が注がれた、大いに注がれたという時代に生きてるわけですから、そういう中において、しかし主を待ち望む者、主を待ち望む者は新しく力を得て、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない、まあ、そういう約束が与えられているんだ、ね、こういう約束が与えられているんだ。昔誰だったかな、聖書を読むときにね、この御言葉を私にね与えられたと思ったらね、反抗だったスタートかね嘘か本当か分かりませんけども、本当にこう信じる人にとっては、そういう面白いもんですよね。こんなもんどうでもいいやんって思ってる人には心にも止まらないわけですから、この御言葉が非常に心に留まったって引っかかった人は、やっぱりその御言葉を通して神様に招かれてる、
ていうかね、チャレンジを受けてるんでしょうし、やっぱり悪いものを信じてはいけないですけども、いいものを信じるっていうのは、徳徳って言った言い方が悪いね。いいことですよね。まあ、ですから、教えられてる。信じるに値する自分の生涯をかけていくに値する誠の神を信じてる、そういう方に入れられてるものをね、なんと幸いであるかということの確認として今日も御言葉を伝えさせていただきました。以上です。